き上がりました。ハローエブリアン、カエデアキッチンのしげです。今回はミートローフ、といえどもですね、今回は豚肉とネギとそれからリンゴ、これを使ったミートローフを作っていきたいと思います。通常ミートローフと言いますとビーフ、牛肉を使うんですけれども、今回は豚肉でハムステーキっていうものがありまして、あれはハムの上にこうパイナップル、それからリンゴのソースなんかがこうかかってるんですけれども、それを今回は豚のミンチで、少し仕上げたという感じです。まあ新しいお味の発見ということでいってみましょう。はい、まずリンゴの皮を剥いていきます。はい、半分に割りまして、りんごの芯を取りました。粗いみじん切りにしていきたいと思います。5ミリ角ぐらいですかね。少し、食べた時に粒が残る程度に切ったの大きさが美味しいと思います。次ネギを切っていきたいと思います。豚肉の臭みをネギがこう消す感じでネギを使っていってます。はい、次にボウルの中に全部合わせていきます。まず卵、それからパン粉、それから牛乳、にんにくおろします。豚肉には生姜、はい、おろしたにんにくと生姜入れます。それから、ネギでりんご、それから豚のミンチ肉も入れます。味付けに塩、胡椒、はい、これを混ぜていきます。はい、こんな風に混ぜ合わせました。ベーコンを置いていきます。こんな感じで。はい、こんな感じでベーコン敷き詰めました。この中に敷き詰めていきたいと思います。空気が入らないように、若干空気を抜きながら、詰めていってもらいたいと思います。はい、上までびっしり詰めましたら平らにして、ちょっとベーコンが出たところを折り返しておきます。はい、こんな感じです。はい、これでオーブンの中へ入れていきます。はい、180度で1時間15分ぐらい、1時間一応見てみます。はい、それで、ちょっと竹串で真ん中をついてみてもらって、透明の汁が出てきたら出来上がりです。ここから透明の汁が出てきました。10分ぐらいこのまま休ませます。はい、リンゴを少し飾り切りします。はい、では先ほどのミートローフ切っていきます。よいしょよいしょよいしょ、この上に盛り付けていきます。これはバルサミコソースで、さっきのリンゴをずらしてリンゴですよっていうことで。はい、出来上がりました。はい、出来上がりました。こちらです。ちょっとレストラン調に盛り付けてみました。食べていきます。はい、ではいただきます。これ黒いやつはね、バルサミコっていうね、イタリアの酢ですね、黒酢ですね。ワインをこう熟成させた酢、ちょっと甘いやつ、それをちょっとこう煮詰めますとね、甘酸っぱい感じになります。それちょっとつけて、豚肉がね、りんごによってこうすごくこう爽やかに食べれるようになります。ビーフのミートローフとはこうちょっと違った感じ、すごくこう柔らかく仕上がります。すごくジューシーでね、全然油っぽくなく、豚肉の美味しさがふんだんに閉じ込められた感じです。この甘酸っぱい感じが非常に豚肉とマッチします。りんごのミートローフでした。ぜひお試しください。この動画が参考になったなと思う方はグッドボタン、また次回の動画を拝見したいなと思う方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye.